ってことでね、まあちょっと、まあ、週末のニコ、まあ、生をね、まあ、見た方は、まあ、うすうすということで、えー、まあちょっとね、5、え、号、ー、が、まあ、ちょっとうスタート直後に束に <laughs> 絡まれまして <laughs> まあその弾みでまあつまずきまして まあ、レスコ早々、非常に <laughs> まあ雇用が乱れてしまっておったというところで、えーまあ、非常に <laughs> 厳しい状況ですと、まあ、結論から言うと、えー、厳しいですと <laughs>、まあ、加えて、えー、今ね、ね、まあ、シュプレムが <laughs>、まあ、かなり旬な、まあ な部分をねまあ、ちょっとやっちまってってことで、まあ、その辺もちょっと。まあ、あまりいい話ばかりではないよねってことで。まあ、今日はちょっと小商売。ええー。かくか商売について、ちょっとお伝えしたいなとあ、どのまってか、まあう、まあうまあ <coughs>。今日はね、午後と、まあ、宿便物、ちょっとちゃんと話をしていこうというところです。はい。ええー、こんばんはで、今日のお題は。まあ、ちょっとね、あの。まあ、本当事故。 っていうことで元気にね、本当、元気だけが取り柄でした、まあ、スマイル候補が、まあ、ちょっとやっちまったっていう、悪いよなっていう、まあ、難しい、難しい可能性が、まあ、非常に高まってき、まあ、ましたっていうことで。<laughs> まあななんんていうんだろうな本当に、なんかね、なんでだよっていうのはぶっちゃけあるけど、無駄,無駄か無駄じゃないかっていうのはう死ぬ前に分かるかなっていう、この馬の死人生、俺の生き様それやっぱ死ぬ前に分かるんじゃないかなっていう。 今2分ってことで、だ。ラグが約ね2分あるっていう、もうなんか、ユースト終わったわみたいな、もう、そうそうそう、こん災難すきだな、もう帰ってこいってことで、なんや,ななんか <laughs> なんやろっていう、うん、マジで、どうしたっていう、もう、きついわ、マジで。 午後だけはな、まあ確かに足が一番遅くて、もうちょっとへぼいんだけど、まあ元気に走ってるからいいじゃんみたいな感じで、日曜日な、週末はもう午後を見てみんなで応援して、ねこ俺た、これこそ競馬だよなみたいな、もう感じでやってきたその午後がさ、なんか買いそうだよな、ほんとマジで。うん。会社の方は順調っていう、まあますどうだろうか。 まあ、とりあえず続いてはいいよっていう、うん、ただ全然やっぱり目標は全然遠いよねっていうので、まあ、頑張んなきゃいけないよねっていう、うん、本当にまあちょっと、うんえー、そう、丈夫な方法がってことで、まあちょっとご存知の方はまあいらっしゃると思うんで、まあ、そこは、まあ、あえて、まあ、深くはっていうところなんだけど。 えーまあ、スパイゴー,ゴーね、まあ、週末のレースで、まあ、スタート直後にね、まあ、隣の枠の7枠の間に、まあ、ちょっと絡まれまして、で、まあ、ちょっとその、まあ多分足がね、蹴られた感じだよね、足が、一番大事な足を蹴られてしまったと。うん、で、それでつまずいて、もうなんかもう、まあ、レースは一応ね、完走したんだけど、ちょっともう歩様が、まあ、乱れておりましたと、レース後。うん でまあ、やっぱりレース後はまだ馬も興奮状態なんで、そんなにこうまあ問題が、ね、すぐにあらわになるってことはないんだけど、それでも,もうレース後からもうすでによみられて、うん、でも今日の時点、き、まあ、今日というか、き、まあ、昨日か、正確には、うん、月曜日でどうですかって、ちょっと、まああのー、恐る恐るよ、本当、うん。恐る恐るよ。怖いだろ、だって。ももううなんかやっぱもうちょっと本当にもう 無理です。なんかもう、もう完全に死にました。本当にありがとうございました。みたいな感じになったら、もう嫌じゃん、そんな。まあ、聞くわな、っていうことで、まあ、ちょっと先生に電話して、こんにちは、みたいな、もうどうですかって。あ、もしもし、みたいな。ちょっと、あの、ね、ジェリン、まあ、と申します。どうぞよろしくお願いします。ってことで、みたいな。どうですかうちの子言ったら、もう、あれは、大びっこ。<laughs> もう大びっこ引いてますと。もう骨折、うーん、どっかしてるんでしょうと。で、まぁ、あ、そこは、今、幹部は抑えてるんで、あのーうん、まぁ、あ、とりあえず、まぁ、あ、なんとかね、立ててますけど、もう大びっこですと。うん。なんで、まぁちょっとレントゲンを取って、うん、まぁ、あ、まぁ、幹部の部分をちょっとまあ特定しましょうかっていうね。うん。 コい,い故障続きつ,ついてないな、ついてない、本当に。やばいよ、これは、マジで。おー、もうなんとかね、その、丈夫だからこそここまでやれた5-5がさ、おー、もうあかんみたいな感じになるん、となるとさ、おどうすんねんみたいな。そうそう、まあ、故障しても走っちゃうからな。そうそうそう、もう、それもなんか、なんていうの、これもうなんか、なんて哀、哀れというか、なんかこう、 切なくなるよなっていう、おもう走るために来てますみたいな、そうそうそう、マクトナードナルド言ったけ憶りましたので、受け取ってください。ありがとうございますってことで、おちょっとまだ届いてないようなので、ちょっと確認をさせてもらいますってことで、うん。んとなんか、な本当坂で輝いてた、おーん、まぁ、あ、午 見ていこうかってことで、うん。えー、と、コントラートデスクトップってとカメラがね、まあ、こっちもこれ、お名のくなりになってんだけど、うん、どうなってんねんって、これ、マジでう。カメラが全く動かない。えこそう、骨折が続くってことで、うん。もう、大びっこ。うん。うん、もう、ひどい乱れ方ですよっていう。うん、まあその、当日はまだまだだったと。うん、うん。ただ、もう、その、やっぱり、 その翌日とかになって冷静になってくると、まあもう、これはあかんと。うん、あ程度どうも、えー、どうも、ジェニー・デス、どうぞよろしくお願いしますってことで、はい今日はまあまとめてね、うん、ご相場情報ってことで、まとめてくると正直つらい。うん、えー、午後、レース中に、タワーに絡まれ、えー、絡まれ、つまずく。 くおってことね。そうそう。途中でやめてくれればなっていう。まあね、ちょっとよくわかんない感じになっちゃったっていうのはあるけど、おいやもう本当、つ、う、ら、んまあ、いっていうことで、ーで、大びっこ。ね、うん、現在、大びっこ。 大変よ、ほんと、マジで。うん。えー、かきすぎるのは松の玉けかよっていう。う俺の頭皮関係ねえだろってだから、お俺の頭皮は別にいいよねっていう。そうそうそう。まあ、いうことで、まあ、非常に厳しいと。もう、もちろんレースどころではないし、調教もいられないと。おまあ、いう状況が続いておりまして、えー、まあ、正式、まあ、木曜日には、あのー、レントゲンをね、取って、 まあ正式にまああの前置というか、まあどこを折れてるのって話がまああの上がってくるのかなと。んなんで、まあ今はね待っている状況というか、ま一回、その要は、あのレントゲン取れるまでに、まずは回復しないとね、っていうところらしい、相当な大びっこだと。いうふうに、国先生、段ということで、う。ん まあちょっとレース見ようか。ちょっとパケットがもうないんで、これ途中で止まったらごめんねってことで。パケットがないんで、サガ、そうそうそう、オービッコってね、なんか、まあ、その王じゃないんだけど、そうそうそう、過去映像いいやーついてない、ほんもに。もうどうなってんねんっていうレベルでついてない。サガ、サガの えっと、これか、日曜日か。うん。つらいよな、本当にマジで。お立ってやられる。まあ、なんとかね。ただ、まあ、ビッグを引いてくるから、なかなかね、あの、レントゲンも取ることのままならぬっていう、そういう感じじゃないのかなっていう。うん。そうそうそう。何時やったっけ何時ゃったっけお ?7 列だっけちょっと見てみようか。おこれね。 第7競争は国が終わります。これか、中間が離れました。スタートを切りました。これ、ここでなんかもうぐちゃぐちゃってなったの、今。これちょっとまずくて。そんなに大したな、これ。そんなに大きな。ここ 第6競争はクイが終わりますこれでやられたのが離れましたここな、ここここで行こうと思ったらこの7番がよれてくるわけだこっちに。おスタートをで、ここでボーンぶつかって、蹴られるとここ、こで痛いと。おこれちょっとアップにしてあげたい、これ、痛いと、うんえー。職人さん、まあ、もしかしたら卒業の時期かなっていう、うん、もう何代、も六6代目かお、あのー、小松井さんも6代目なんで。うん まあ、やっぱり来るものを追わず、去るものを追わずみたいなね。そうそうそう。えー、すいませんが、レース中に、タバ、レース中にタバ直してもらう。もうねー、わかわかるだろってこれ。おタバ、くっそー。タバが出てこない。タバ、これでいい馬か。馬、ま。うん。これね、はい、失礼しましたってことで。これで、もうバチコン入れられて、痛いってなって、 転ぶみたいなそんなに大きな遅れはなかったようですがちょっとつまずいたのは先手を取ったの4番ハッピーホイカルついてくるのは7番サザン・ソレイユ悲しいからロエンナルビー3番手後ろから5番タイデアリティーそし6番サニーロマンス2番アイケイビューティー外からの8番スマイル55。 三番、愛が生まれた日が終わまあ、あとサーバーだけだからいいんだけど、そうそうそう。まあ、その結果よおー。ちょっと待ってよ。えっ、ー、と、月別。うん。えっ、ー、と、サーバーのこれか。ーの、えぇ、ー、こっちか。うん。まあ、おうね。おう。 まあ、やられたなーっていうことで、まあ、競争成績。まあ、この成績見るまでもないんだけど、おまあ、7着っていう。おまあ、この、俺、サザン・ソレイユか。しかも1着になってんじゃねえかみたいな、これ。人の間を蹴っといて。俺、絶対忘れない、こいつの間を、これ。おこの名前忘れたからな、これ、絶対。おサザン・ソレイユ、マジで。いい加減にしろっていう、これ。おおなので、 こいつはね絶対リベンジを果たすってことでね、皆さんちょっと名前覚えといていねっていう、これ。うーん。そうそうそう。ジジ<ー>あそ、サウスピグラス。マジかっていう。おまあ、サウスピグラスでもね、走らないサウスもいるんだねっていう、はい、注目ってことで。そうそうそう。まあちょっとこのまま、絶対覚えて、いつかリベンジしてやるぜっていう。お忘れませんよ、はい、これ。お まあちょっと5号がもちろん戻ってこれたらなんだけど、もう他の馬を使ってでも絶対ね、ちょっとこれ、リベンジ果たしてやるぜ、みたいな。うん。そうそうそう。まぁいうこ7番、こいつに蹴られました。はーい。で、つまずいて、もう何問で終わり、みたいな。うん。大びっこよ、大びっこ。うん。って、あの国先生言ってました。うん。なんかなぁ、もうほんと、せっかくうまく来た、うまく、やっとうまくこうね、 来たのにっていうめんこのこのなんか間がこいつ毛が多いんだよこれ生まれしとのオーナーに全然似てなくて髪の毛が多いんだよこいつ。めっちゃ髪の毛はみ出てるこれ。運がなかったか、馬には罪がないからな切りきえるしかって。まあ、そうなんだけど、悔しいじゃないのっていう。悔しいじゃないのっていうマジで。うんね、ちょっと。 どうにかならんかなっていう,うに思ってるけど、まあ、大びっこ引いてるんで、まあ、ちょっとこれも本当に、まあ、ぶっちゃけ言えばもう厳しい。うん、まあ、今のこの能力から考えても、まあ、非常に厳しいと、うん、いうことは言えるかなっていう、うん、っていう状況。うん。なあ、本当なんか、もう、ホロこそもついてないよなっていう、マジで。うーん。別に、 ねえ、このレースで絶対圧勝しようぜとか、そういう話をしてるわけでもないけども、でもまあ、前線マンみたいな、勝ちていけるはずなのにみたいな、そうそうそう、そのまま仕返しするほどのこともないほどの束っていう。いや、でもこれは、やっぱり、蹴られたら蹴り返すおこう倍返し的な感じお欲しいよねっていうマジでお。なんで、 この悔しさ、なんか本当にこれで多分もう、もしかしたらな、おもうお、ってかまあ、あったかい確率もう無理なんだけど、骨折してたら、うん、なんか、一人一頭の馬の、なんか、まあ、馬勢を狂わせたみたいな、おマジで。もう、マジこ、これとも これはもうなんとか、まあでも、うん、まあ一旦は今そういう状況、うん、まあもう食いても戻って、午後は戻ってこないんで、おまあ、今はちょっとね、少しでもマシま足、あ、収まってくることを祈りつつっていう状態っていう、お健康さ、強さが共存するプロバイトが改めて良い意味で異常だと痛感する感じです。まあそういうことね、そういうもなし、怪我もなし。お うどんどん走りますよ、みたいな。まあ若干女の子なんでね。おちょっとまあ不景的な感じの、まあ、女の子の日はあったけど、うんあ、むしろやっぱ最強やなっていう、うん。やっぱ無事これ名馬とは言ったもので、おうまあ、運もあるしね、しかも運も。うん、マジで。おえーえー、スマイル軍団の束を佐賀に送り込みますかっていう。 どういうことやんだから、おスマイル君なんて多分というか、まあ、ね、その他で難しければ、まあもちろん佐賀という今、おそのなんていうんだろう、あのー、幅がねお、軍団に幅が出ましたっていう、うんまあ、それはいいことなんだけどね。だそこは、まあ今後ももちろん佐賀はしね、国施設のところに積極的にまあ入れていきたいなとは思うけど、ちょっともう,ごう,ごう第一陣としてよ、うん第一陣として、 行ってすっげー頑張ってくれて、く先生もね、お山口太郎ジョッキーも、さすがやなって、うん、やっぱリーディング違うよねって。うん、なのにさ、こうなんかもうほんと不運というか、お悲しいよなっていうおところ、わかるかっていうマジでお、こんな感じで、まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、中間報告ってことで、現在、 まあちょっとこう、まあ、こう、大尾っ子引いておりますっていう。うん。まあ、どっか折れてて、まあ、その場所を、まあ、ちょっと今、特定中っていう。うん。で、えー、故障箇所を特定中。うん。っていうことですっていう。うん。まあ、ちょっと。 まあ、難しいというふうには言っておきましょうかって。目標そうレントゲン、うん。今ちょっと大びっこ引いてるから、まだレントゲン取れる状態じゃないから、まあ、ちょっと幹部が少しでもね、収まってきたら、えー、レントゲン取りましょうかっていう。うんまあ、できれば、その、もう致命的な箇所じゃなければ、まあ、せめてね、乗馬とかお、あのー、第二の馬生が、まあ、少しでも迎えられる可能性があればね、うん まあそういったところを目指してほしいなとは思うけど、そうそうそう。まあ、いうので、ちょっと、5、ま、号、あ、でしたっていう。はい。まあ、ちょっと全国、えーえー、2000人の5号ファンの皆さんすいませんってことで、ちょっと残念ながら、まあ、故障発生、何か様子が変ですってことで、はい。抱、ま、擁、あ、が乱れている状態だと、うん。もうちょっとなぁ。 なんかな、まあ、ほんとそんなな、他の馬がボーンと来てみたいな、うーん、ねえよなっていう、もう、まあ、それにつきますっていうね。そうそうそう。まあ、午後でしたっていう。うん、で、まあ、続きましてっていうことで、まあ、まだちょっとデビュー前の馬がいるんですけどねっていう、まあ、シュプレムなんですけど、うん。えー、まあ、とりあえずね、あの、手術は終わった。 たんだけれども、で、今、美穂の牧場に、まあ、滞在しておりますとお、えー、これで引退なんて悲しい、悲しすぎるよな、ほんと、なんかお、自分の馬、足は丈夫なのに、他の馬に蹴られて終わりましたなんて、もう悲しいよなっていう、うん、強力なお笑いに行こうってうことでお、なんかもう、紹介してくれよっていう、そうそう、繁殖できるわけねえだろって、これど、どう、どういうカテゴリーで繁殖に上がれるんや、こいつはっていう、そうそうそう。 ということで、まあ、ちょっと午後は、もうちょっとお別れの日が、まあ、ぶっちゃけ近いであろうと、うん、いうことになります。まあ、ちょっとね、また改めて振り返る日があったらいいなとは思うけども、そうそう,そうで、まあ、シュプレムね、うん、まあ、この馬もこの馬で、まあ、非常にその難しい箇所を、まあ,あ、やっちまって、 でカテーテル手術をね、まあ、しましたと。まあ、ちょうど今、請求書がね、束になってきてて、まじ死にそうなんだけど、うん、えー、まあちょっと、術後に関してね、ちょっとまだ話してなかったんで、うん、えー、シュプレムと、うん、えー、9月の何日だっけな、ちょうど今、請求書来てるから、えー、っと、27日か、9月の7日、うん、 にててる手術、うん、で、そっから、まあ、10日ぐらいでね、あのー、まあ、出られるでしょうっていう話だったんだけども、まあ、ちょっとここに来て、まあ、非常に問題が、まあ、発生しましたよってことで、えー、幹部、幹部が、えー、まあ、ちょっと、産んで、うん、うむ なんだろう、可能か、可能して、うん、で、膨れるという状態になってしまいましたと。うん、まあ、多分その、嫌だったから、多分その包帯とかが、その辺だから、こう、触ったんだろうな、多分シュプレム自体が。うん、で、幹部がちょっと、まあ、それか、まあ、ちょっと手術がうまくいってないのか、ちょっとわからないけども、幹部が、まあ、可能して、こう、膨れてしまいましたと。うん で、まあ、ちょっと、再手術というか、まあ、あの、海を取る、そのメスを入れて、えー、海を出すと。うん。いうところを、まあ、ちょっと、やりましたと。うん。なんで、ちょっとまだ、まあ、もちろん時間がかかるんだけども、まだまだ時間が、まあ、かかってしまうっていう状況になってると。うん。まあ財政が、 まあ、正直厳しいですねっていう状況にはなるんだけども、うん、まあでもやる、やるっきゃないっていう、まあここまで来たらね、うん、シュプレムに関してはまだデビューすらしてないから、うんまあ、ここはやるっきゃないってことで、うん、マジで、ここ多分他のマンションのトック肉だらしに馬はついてましたねっていう、うん、どうなんだろうか。 うーんこうやってレース中なんか、こんなな、もう不良の事故というか、なんかもう悲しい感じでお別れなんて、俺、ちょっとなんか、なんともね、辛いけども、うん、そうそうそう。なんで、まあ、ちょっとね、まあ、まあ、一応木曜日の正式発表もあって、そこの、まあ、その、なんだろう、骨折の箇所とか、まあ、その具合によっては、もしかしたら、その乗馬だったらできるかもしれないし、それすらできなかったら、もう本当、廃用になってしまうけども。 うんまあ、そこをちょっと判断かなとは思ってるっていう。うん、そうそうそうで、まあ。シュプレムはこんな状況で、まあ、10日ぐらいでね、あのーまあ、関西の牧場に、まあ、戻せるだろうという見込みだったんだけども、まあ、ちょっと現地を出られるという状況がまあ続いておりますと。うん、まあもちろん、いずれはねっていうのはあるんだろうけど、今、請求書を見てみると25日。うん の時点で、まだ、えー、現地にいるみたいなんで、まあ、ここから、えー、どうしようかっていう、うん、まあ、ところだね。うん。まあ、ついてないな、ほんと。うん。もうちょっと、もうちょっとな、その、手術後だったら、その、牧場の、ね、これちょっと、毎、予託料払ってるんですけど、マジで、みたいな。おしっかり見といてくれよっていうと、なんか、苦神とかしてるんだったら、 見といてくれよなっていう、幹部膨らんで可能してるの分かるまで、そのなんかもう放置するんかいみたいな、うん、そうそうそう、まあいうことで、まあ文句言っても仕方ないけども、まあ現状そんな感じで、うん、あの、まあ、しばらく、うん、シュプレムのことはちょっと忘れてほしいっていう、うん、状況はまあ続くっていう、うん、なんとかな、本当デビュー、 デビューはさせてやりたいなぁと思うわけだやっぱりうんせっかくこう競走馬としてね生まれてきたわけだから、まあ、なんとかこうデビューさせてやりたいなぁとうん、まあ、ただ現時点ではもうめどは全く立たずというか、まあ、年内当然もう絶望的というかうん いう状況なんでね、身を出すのは追加費用かかるのっていう、わまだわ多分かかるんじゃないそれはもう、生み出し量みたいな。うん、わかりませんけどね。っていうよりも、結局、その、長くね、現地に居続けなきゃいけないから、まあ、その分、予託料はかかるわけですよ。うん、当たり前ですけどね。うん、だからそこは、もうちょっと、頑張るしかないみたいな。うん、そうそうそう。 松野、独身、貴族、MTK、ヒーヤーみたいなお。そういうテンションじゃないんだけどね、今日ね。おちょっと空気をも、みたいな。そうそう。値引,うって値引き交渉おな、割引とかあるかな、これ。おそうそうそう。まあ今、だからちょうど、これな、来てるけどお、高いな、これ。普通の牧場牧場なのかみたいな、これ。おーえー、っと、これ、まあこれ見せてもいいよな、これ。まあ、別に、はい おえー、こんな感じ、うんえー。9月5日から9月25二21日分で5400円かける21日分で11万3400円おで。あとなんかその、美保の、何、TC? わかんないけど、トレーニングセンターか。おまあ、美保のトレーニングセンターに送るのに、まあ、1万みたいな報復。高いよなっていう、これ。まあ、バウンスュ仕方ないかっていう。おう まあ合計12万3400円ってことで、おちょうど揃いましたね、1234ってお。そういうのいらないんだけどね。デでだってフレグモネを自分で噛んで悪化させたんだからっていう。まあまあそういうことね。おだからその辺をちょっとちゃんと管理するためにこれ予託料払ってるんじゃないですかっていう。おごめん、ドンマイってことでね。そうそうそう。そ1 2 3四揃いましたっていう,うん。今回手術でいくらぐらい請求できる、これはちなみに予託料だけです、はい。これプラス、 これプラス、ちょっとまだ手元に原本来てないけど、まわた先生からも来てて、えー、これプラスよ、おうん。えー、いわゆる術大ね、術大はい。ピンとこい、ピント。おおピンとこい、ピント。これちょっと、なんなんだ、ピン、ピン、 ピントは、これ、ちょっとこう、あ、そう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 。えー、25万です。はい。25万ね。お今の現時点でよ。おん。わかるかって、これピン、ピント25万です。はい。なんで、えー、に、えー、手術、通題、25万。うん。ね。で、よ、よ、えー、予託、料 ね、12万3400円お。ここも早くいくよ、これお。まあ、合計37万。おえ君の基本給か。おすんまんかすまんってことで。そうそうそう。こんな感じお、まあ。もちろんこれで終わりじゃないから。こっから復帰までいくらかかるよ、みたいなお。マジで。でも、ここはもう耐える時だから。お これはもう全然俺はもちろんね、もちろん、こうよ、よもう全然余裕で払いますよっていうね、貧乏なところは見せないよ。だって。えー、メモ消えて、消えてないだろう。うあー、消えてるかすまんってことで、えっ、ー、と、デスクトップってことうん。こんな感じお。全然そこは見せないよ、マジで。おそこはもう金持ってる感で押すんで。おー、仮に走れなかったら繁殖ってことで。繁殖上がれないんだよこれね。おー、けっと、ジャンプ系おー、 ジャンプ系なんだっけまあぬれいふのクロスか、バブルガムフェローか、まあちょっと繁殖って感じではないと思うけど、うん。まあ、むしろね、性格はユーマだから、そっちの方かなっていう。うん。シュタルクはその分頑張らないと。もうほんと、シュタルクとプロバイドの2頭に全てかかってしまってるっていうね。お現状。そうそう,そう費用については、諦めるおいってこれね。まあ、諦めるも諦めないもっていう払わなきゃいけないからね、これ。うん。まあ即刻払うんだけど、 必要なっていなまずね、うん、まず、スタートライン40ってことで、おあ、でも、ちょっと待ってよ、こっから、あれこれ、輸送あ、待って、マジか、これ。たぶんね、バウン車台がここにね、ま、正直乗っかってくるんで、マジちょっと死ぬっていうのはあるけどね、たぶん、ちょっと、おおむねだけど、バウン車台お要は、 あのー、あれよ。運んだ量、たぶんこれが、まあ往復で20ぐらい。片道多分十10万ぐらいかかるんじゃないのっていう、お見込みでお。これね。おまあ、格好往復にしとこうか。おまあ、これぐらいいくよねっていう。おー いくらやこれもうちょっとわからん。だらまた100よ100。もう100はね、確実にかかってくる多分。たぶん、すいません。うん。100は確実にかかってくるかなぁと。二等のし車輪にふ負荷がかかるねっていう。まあちょっとそこに期待せざるを得ないよねっていう。うん。だこれ、マジで。おそこはもうちょっと確保して、まあ行くしかないよねっていう。うん。そうそうそう。まあきつい。 おぉ、ぶっちゃけまあ、きついよ、これ。お<ー>だって、デビューしてないんだまず。うん。一番稼げる2歳の時期にデビューできないんだもの。おそうそうそう。追加の処置料も積極、結く来る、こっから。お<ー>てか、追加予託料込みでね。うん。そうそう。<laughs> 輸送費、計上してなかったっけ、さっきの。いや、それは、あれだよ。あのー、美保まで。おぉ、美保村の往復代。 おが一万よ。お穂本への往復ね。うん。そうじゃなくて、そのだから、あの、東その美本までのバウンシュ。それが高い。当たり前だけどね。まあ、その距離遠いんだから。うん。性格よかよけいかわいい。かわいいよね。これ。ものすごいす性格いい、これ。お犬みたいなもんだって、これ。おペロペロ,ペロ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 舐めて。おー。もう、もうみんなかわいいかわいいって。 で、出動を回復してどのくらい走れる見込みいや、全くわかんないんだから、だって、そもそも脳研でしかね、さらっと流してきただけなんだから、おーレース出ているわけじゃないからねお、まあ、ここまでやったからもちろん走ってもらわなきゃいけないんだけども、うんまあ、ただデビューをさせてやりたいなって気持ちの中でね、やってますよっていう、普通のマネジな手放してる。いや、まあ、わかんないそれは。余裕のあるマネジさんだったら別に普通に持つんじゃないっていう。あとは、 まあこの馬がどこまでやれるかっていうその見極め。うん、もうそこはもう渡す先生とがっつり話して、どうですかと、この馬に未来はありますかと。でありますと。やっぱそれはもう言ってくれたから、じゃあお願いしますというのが馬主の役割だよねって。だからもう俺は、それも信じて、この馬に、まあ、投資じゃないけども、その手術費用を まあ払いますっていう。うん、百万だもんな。だってこれ多分。おお、だってこれに、え、いくらよちょっとわかんないけど、多分、いくらぐらいよ、これ。多分やけど、十二万とか月おお、で予約、要はね、おお、なんだろう、まあ牧場 牧場が多分12とかで済むかないや、済まない気がするんだけどな、まジで。おー。まあ、仮にこの牧場と一緒にしとこうか、この牧場と。うん。えっ、ー、と、5400円か。まあ、税込みね。まあ、そこまでいかないか。4320円しとこうか。おー。資産、資産12、8。わからないけど、まあ、約15にしとこうか、15万。おー。かける何ヶ月よ。 おうなんか、ええー、とはいえ、しばらく状態悪いんでしょうっていう。まあ、保養がね、なんか変って言ってた。おうただまあ、直んないし、まあ、そういうもんだと思って、レースはもう使うっていう、うん、判断はしてますっていう。そうそう。う毎月12も、いや、もうちょとかかるかなっていう。うん。まあ、12で見とこうか。安くじゃうん。12じゃ休まんない。これ消費税かかるから、まあ、13ぐらい,いとこうか。うん。13の、 何ヶ月よ。まあ、全地、いや、短く見てもやっぱり、4、四じゃすまんよなっていう。おいや、でも、そもうそもう13じゃもう15だ、これ、15、どう考えても。おーかける、まあ、やっぱ、な半年も、もう、それはもう、9社に戻ってからもやっぱ、農研行ったりとかしなきゃいけないから、これ、これでそもそも90万じゃねえか、みたいな、これ。おそもそもね。 おーいくらか,かんだよ、これ、マジで。えぇ<ー>おー45、55、60、えー150万でした。おーえー復帰まで。150万円。うん。もう、一等買えるわ、マジで、これ。おー えー、午後も同様にっていう。まあちょっとこうはもう、ちょっと先が見えてるんで、ごめんなさいっていう。うん、ツークールぐらいじゃない電池っていう。おん、クールってなんだっけでも、半年ってことだから。うん、そうそうそう。はもう諦めようっていう。まあ、ちょっと正直厳しいかなっていう。うん、まぁ、佐っていう時点でねっていう。うん。ちょっと今また計算できないから、そうなんだよ。だただもう、それはもう本当に調教師の先生、渡す先生と、も話し込んで、どうですかと。ん。 やれるやれるのかと。おやれるとお。いうことなんで、もうやるっていう、おーマルシェ役割はもうあと金出すだけなんで、うん、150やな、これ。おやまあ、100、これぐらい見とけば、まあ見とけばというかこれで収まるか分かんないけど、おまあこれぐらいかかる格好で、まあ、行くしかないよねっていう、うん、ところ。お うくらだよこれ本当わかんないけども、あのまあ、一応この減価償却っていう形で、まあ、資産計上するんで、うんあのまあ、決算またしたらね、そもそもシュプレームいくらやねんみたいな。おまあ、大体、えー、と300に、まあ、200の育成代オンして500お、そこにまた150だから、もう百五十万、もうトレーニングせいで650万の間を買ったと思ったらいい。 うん、そういうかの感覚でよろしいかと思います。うんまあ、重症に3個勝たないとも本当話にならないよねっていう。うんまあ、そういうレベルだよねっていうことを、まあうん、思ったらいいかなと思うけど。うん、そうそうそう悲しいからプロバイド購入企画。まあ、最安値ですね。はい、12万円ですあ12万円。120万円です。はいまあ、税込み130万みたいな。ま、う、あ、ん、うきついよな。本当にまして。うん だそこ、この復帰までの費用でプロバイドが変えてしまうっていうね、おまあ、この奇跡的な、まあ、状況ですよっていう、うん。なんでもう、うん、難しいけど、まあ、うん、耐えるしかないよな。俺もだからもう払い続けるしかないっていうおところ。まあ、あと今は <coughs>、今は幸いなところは、まあ、シュタルクとプロバイドが頑張ってくれてるんで、まあ、俺の、 まあ別に稼ぎだけじゃなくても、馬のたちが頑張ってくれてる稼ぎで回ると。おだ妹分の、まあ、シュプレムが、ちょっと出遅れてるけど、その分はね、まあ、兄弟の、おストタルクと、まあ、と、姉ちゃん、プロバイド姉ちゃんが支えるよって。うん。そうそうそう。これジャンポケ。うん。まあ、ジャンポケだから、まあ、仕上がり遅いからね。 うん、そうそうプロバイト調子となのっていう。まあ普通です。はい。まあ順調で。次、一応まあ,あのカレンダーに入れたけど、えー、10月の5日、うん、の戦に、えーうん、そこ出そうかなと。そうそうそう。えー、てか借金大丈夫かよっていう。まあ借金を金利を払ってます。はいで。ただ、あと最近は言うても馬が稼いでくれるんで、そんなに苦しくはない。ぶっちゃけ。おだからもうむしろ、あのー、再投資みたいな。 うん、感じの方に回せるっていう。うん、そうそうそう。だからもともともう2頭買う分の金はまだキープしてるから、おう大丈夫だよっていう、そうそう。うでも来年走らなかったら早い段階で決断しないとっていう。いや、これはね、難しいぞ、マジで。どうすんねんってなるからね、そこは。おういや、もう本当、まあ俺の、俺の先生にはまあじっくりやっぱここまで行ってほしいと、うん。もう焦ってもだってもう新馬戦ないから、うん、仕方ないから、そこはもうじっくり。 馬の成長に合わせて行ってくれればいいというところがあるんだけども、まあ、ちょっとね、やっぱ、もう、難しいなと思った時の、やっぱこの通算、えー、まあ馬にかけた金額、まあ、600万から700万ぐらいを、どうすんねんみたいな感じになったとの、このざわつき感っていうのはあるよねっていう。うんまあ、ただ、ほんとね、もうこれ、実際見てほしい。うん もう競馬場に来て、この馬を。まあ、可愛らしいお。もうね、犬みたい。マジで。おワンみたいな。そ,うそ,うそ,うそこをね、ちょっとまあ、あまり愛着はね、まあ、やっぱ持つんだけど、持っちゃうんだけど、うん。なんとかね、まあ。 デビューさせてやりたいし、まあ、活躍してえ、活躍できるようにね、してほしいなと、うんまあ、そこは、調教師の先生ね、やっぱりお願いするしかないから、うん、まあなんとかしてほしいなと、まあしはまあ、金を出すというところかなとは思いますけどね。うん、そうそうそう。えー、松野暴走してシンバのやけがいとかするなよって、なんかね、オータムでやりそうで怖い。うん、オータムでやっちまいそうで怖いよ、本当そうそうそう。 まなんで、ちょっとこう、まあ、ちゃんと冷静に考えなきゃいけないんだけどお、競馬場に来てないじゃん、この馬っていう。まあ、その通りですね。てか、ほんまや。まだその田競馬場に一歩も踏み込んでない。お西脇のトレセンだから、どうすんねんっていう、これお。競馬場になんとか行かしてやろうぜっていう、おまずはお、なんとかな、ちょっともうお見舞いね、できれば行きたいなと思うけど、ただまあ、やっぱり、 もう骨膜とか出るだろうし、うん、まずは1ヶ月絶対安静と。だから、11月ぐらいまで、うん、もう絶対動かさずに安静。うん、でそこから、ちょっとずつこう、まあ、乗り始めて、うんで、あとはもう、まあ、いつね完治するかっていうところの見極め。うん、あんまここで焦ったら意味ないからね。うん、ここで焦ったらもう全部棒に振ることになるから、まあ、そこでしっかりと見極めて、 うんまあ、やると。そうそうそう、えー。とにかく落ち着いて行動してより、なのいいことを聞いて。いや、聞く聞く。うんまあ、聞くけど、ちょっとね、まあ、やっぱ、消去を失うときは、まあ、あるよねっていう、うん、目の前にやっぱ金がちらつくと、まあ、飛びついちゃうんで、そこはもう、いたしかたないというか、どうしようもないみたいな。だから最近ちょっとやっぱ、ぼーっとすることが多いから、あのパスタを電子レンジで、ね、茹でたまま、 まあ翌朝になってしまうみたいな、寝てしまうみたいなね、アルツ入ったのかなっていう思うぐらいちょっとね、まあ、やっぱ、まあ、状況を失う。まあ、ちょっと、大王がね、やっぱ、あのショックだったっていうのが、そうそうそう。よほど、万世って長持ちして、しかも B 級以上でずっと走れるとかでないと、あの馬大統領育成費は回収できないだろうっていう、まあ、現実そうね。うん、ただ、距離的には1007とか絶対こなせる決闘なんで、まあ、言うと、まあ、コバ、重症とかに、まあ、しっかり名前乗ってきて、やれれば、 まあ、一回、奇襲はできるかなと。うん、もちろん、それクラスの馬だというふうにも思って、まあ、やるしかないかな。特に1007でやっぱ戦っていくっていうところをね、うん、まあ、やっていきたいし、やんなきゃなっていうふうには思ってるけどね。うん。えー、オータム生に行くのってまあ、俺は行かないけど、飯田先生に行ってもらって、うん、もうリストは渡してるから、リスナーさんがもらったやつも含めて、あの、リストは全部渡してるんで、うん。 そそうそう社長なんだからしっかりすれば、まあ、まあ、しっかり頑張りますよ。まあ、俺も働くし、おまあ、仕事もやっぱり、ね、バリバリ順調なわけではないけども、でも、まあ、全力でやっぱそこやんなきゃねっていう、おそ,うそうそう、う各タイムじゃありませんか、あと、今週放送があるかわからないんで、セリオすめ書きますっていうね、ありがとうございますってことで、まあまあ、メールでもらっても全然あのありがたいですよってことで、そうそう、えー、鴨神社行ってこいってもういう、なんか、それ、東広島ですかって、鴨、鴨、 カモっていう地区はね、まあ、ありましたねっていう、懐かしいなみたいな、そ,うそ,うそ,うまあ、そこのかもじゃないかもしれないけど、うん、まあ、あんまり、えー、いい状況ではありませんが、まあ一旦、いまあ、今のね、現地への情報共有とみんなにね、うん、まあ、感じかなっていうところで、うん、いやでもまあ、ここまでね、ちょっとやっぱ、明暗クッキーじゃないけども、まあ、走る馬と走らない馬が分か、まあ、れるとはなっていうのはあるっていうね、うん。 かわいいよ、このままあ、ほんと。行ってやりたいな、なんか一回。うーん。そのま、どこだっけ高宮ライディングパーク。うん。えっ、ー、と、高宮ライディング、えー、パークと。うん。相当いい場所。まあ、ああの、ジャパンが一回ね、まあ、そこ、放牧行ったんですけど、うーん。これ。おフれアおう、カンチおう、大戦の中で乗馬体験みたいな。 おうこれはね、いいよ、マジで。うん、あ,あ、なにこれあ、なにこれお試し、ソウルで走ってみませんかみたいな。おうこれおう。これちょっとなんか、俺のなんか、ね、アマチュアジョッキープリーちょっと見してやろうかみたいなおう。そうそうそう。どうなんだろうこれ。うん。ありだよな、これ。 おまあ、シュプレム乗れって、まあ、シュプレム乗って俺がまた壊したも多分もう、ぶち殺されるんだろうけど、そうそうそう。すごいね、これね。なんか、お乗れるらしい、走路で。うん。そうそうスケートの牧場。うん。とりあえず凱旋門賞買おうぜまあ、マカヒキをね、みんなでお買ってあげてくださいっていう。そうそうそう。まあ、ここでちょっとしばらく、うん。まあ、永久はなおというか、まあ、しばらくお休むっていう、うん。感じなんだろうけどね。そうそうそう。 まあちょっとよくわかんない、これ、うんあのー何。何がどういうシステムなのかは。まあ、ただ、しばらくはもう動かさないから。もう 1, 1ヶ月ぐらいはもう運動なしみたいな。うん、ここに入居する。しばらくね。うん、で、そこでまあ完治、完全にまあ治ったら、また石油舎に戻って、でもう一回トレーニング積んでっていう。うん、そうそうそう写真の後ろに台形のものがありますか何ですか使徒です、はい。第三使徒です。そうそうそうこれね、これ走路 うん、ここもスパーッとね、こう、ああまあ気持ちいいよ、これ。うん、まあそういうのね、やってみたいなっていうのはあるけども、なかなか、まあどうでしょう。あ、やぶさめね、これ。うん、ヤブサメの練習。うん、そうそうそう。いいね、なんか。うん、なかなか、なかなかいい環境だよ。これ、ほんとジャパン行った時見たけど、まあいい環境でしたねっていう。うん。なんで、まあまたね、まあここで、 どうだろうななんかでもまたこう、骨膜が出て、長引いて、なん気づいたらもう4歳、5歳みたいになったらもう死んでしまうよみたいなお。そうそうそう。なんでそこはちょっと頑張ってほしいなと思うけどね。うん。えー、渡せがな。その段も伊田さんに任せればいいな。いや、もうそれはたまたまよ。まだ渡せ先生も一頭もねお、一から見た馬いないからお。ただ、まあそれはちゃんと渡せ先生も言ったけど、もう来年は渡せ先生本当勝負ですよと。 おあのー、ここでやっぱ結果残せないと、僕もやっぱり、飯田先生にも預けてるし、やっぱその単純比較をやっぱしてしまうんで、ここは結果出してくださいねと、僕も渡先生好きだし、やっぱまあもうこれからもね、どんどん預けたいと思うからこそね、結果はやっぱり来年は求めざるを得ない、2等分頑張ってくださいと、2年分ね、おしっかりと頑張ってくださいと、うん、だからシンバも、勝、まあ、ったまま入れるし、うん、そのまましっかりね、あの結果残してくださいねと、2等でね、もちろん。 うん、そうそうそう、えー。シュプレムお見舞い行かないの。行きたいけどね。まあちょっと、京北って言ってこれの相当遠いんだよ、これ。お場所的に言うと、これマジで、走路ちょっとめっちゃ走ってほしいよ、これ。これめっちゃ走りたい。おちょっとこれ、渡せでお願いしようお。まあシュプレム乗ったら多分、ほんとやめてくださいと思うから、まあ、ちょっと、通りを見ていきたいなと思いますけどね。うん まあちょっとなんかレンタカー借りてね、なんか誰か運転してくれないかしらと俺運転できねえから、うん、そうそうそう。これ。ちょっと見えないけどこれ。これか、サイドパネル。うん。わかるみんなこれ。うん、ここ。ここ。うん。めっちゃ遠いよこれ。うん。めっちゃ遠いねっていう。そうそうそう。なんでまぁ、あ、ね、私先生が行くときに一緒に連れてってもらおうかしらっていうのは、まああるけどね。うん。 どこで、どこで集まるよっていうのは正直あるからね、これ。うん。どこで集、どこで集まんねんっていう。うん。これ、例えば、えっ、ー、と、ルートで、西、西脇バジ公園、うん、のルートを見ましょうね、と。うん。これか。えっ、ー、と、こんな感じ。うん。ま、こう。 こういくとなると、ちょっとすいません、歌わた拾ってくださいって言ったとしても、どこで拾ってもらうんよっていうね、これ。うん。園部か。うん。園部か、んまあ、船岡全然行ったことないけど、これね。うん。全然聞いたこともないっていう。そうそうそう。てか何、この何の線やって、これ。 お京都おそうそうそうえ。牧場ってのも結構安いんだな。1等扱って15万かっていう。まあ、乗,ら乗ったんでその、まあ、東京とかに乗ると、まあ、プラスアルファでかかって言うけど、でもまあ、大体そんなもんよ。牧場だったら。うん。佐賀の予約だったらもっと安いから。お,ーおすすめはナンバー30。えー、スクエプトアリュールおーあ。それ入れたかな、確か。743K。 えー、ローズキングダム。ローズキングダムか入れてないけど、これ、芝っぽくないっていう、おー、地にですごく良いですっていう。なるほどね。うん、ありがとうございます。これちょっとまた、あの後で見ときますっていう。そうそうそう。これなんか、え京都駅どこうん。京都駅どここれ京都、<laughs> ど、どここれん京都駅どこ西大路。西、ここか。 これか。ちょっと待ってよ。だから、まあ、電車で、電車で、この辺行ったらいいわけやな。渡私生、ちょっと途中で拾ってもらえませんかね、言うて。おう船岡。うん。ちょっと見てみようか。船岡。そうそうそう。京都 ぐらいちょいいぐらいかなっとね、車運転できる人いたので、ね、ちょっとできればお願いできませんかみたいな。おそうそうそう。ちょっと待ってよ。まあでもまあまだ行ってないからねお。感知してからちょっと見に行ってやりたいなっていうのはあるけど。おえー、っと、ちょっと待ってよ。船岡、えー、京都、これか。うん どれぐらいかかりますかと。おえ船岡じゃ船岡、京都府。うん。再検索、ドン。うん。どれぐらいあー、結構か。四十七分か。四十七分の船岡まで行けば、ええー、ちょっと待ってよ。えー、船、 駅、うん、どこも船岡駅だよ、これ。もう、何これ。え京都。これでいけるか、うん。これで、ま、えー、あでも30分ぐらいね。うん、30分ぐらい、船岡駅から行ったら。うん、そうそうそう。 なるほどなぁ。ちょっとこう、行ってみたいよねっていう、のはありますよねっていう。うん。そうそうそう。ちょっとまああのー、うん、そんな、そんなこんなでっていう。うん。まあ、できればね、ちょっと元気になった時に会いに行ってやりたいよねっていうのもあるからね。そうそうそう。まあちょっとなんか、シュプレム。 元気ですかつツアーみたいな感じで、ちょっと行く人がいたらね、まあ、まとめて京都駅集合でもいいけどね、そこからまあ、俺の、俺がドライビングテクニックで車の、運転したことないけどね、おまあ、ちょっとじゃんけんで負けたら乗おかしなみたいな、うん。京都駅からここだと、ちょこれも見てみようか。うん。多分、まあ言ったら1時間ぐらいだな京都駅。車で、まあそうやね、1時間ちょい。うん。で行けるよねっていう。そうそうそう。 え、俺も行ってみたいな。ね、行こうぜ、行こうぜってことで。そうそうそう。こっから、お京都駅集合、えー、高宮ライディングパーク、えー、集まりみたいな。ちょっとわかんないけど。うん。なんかね、そんなのもあっていいのかしらみたいな。こんな感じ。まあまあ、レンタカー借りてもいいからね、ここで。レンタカー借りて、で、ちょっとまあ、ドライビングテクニックに自信のある方に乗せてってもらって、こう、ブーンと行くと。 で、まあ、ああの、ここまで行ってっていう、うん、いいかなみたいな、そうそう、まず、あの免許免許を持ってるよ。おうん、免許持ってるけど、ま、あいわゆるペーパーさんですよねっていう、うん、ペーパーですよねっていう、うん。だから、ま、そこは、ま、あ俺に命を託すか、まあ、自分で命をね、ちゃんと持つかっていう、まあ、そういうところになるかなっていう、そうそうそう、乗馬ツアー、乗馬ツアーで、ま、乗馬ツアーにしてもいいよ。別に俺も乗れるし、うん。 まあこれ、ソロで普通にね、キャンター流してもいいし、うん。まあそう、ね、それねでもいいけど、まあ、渡先生がね、まあでも渡先生の乗せても申し訳ないから、うん、まあそこは、どうしようかなってとこだよね。うーん、まあちょっと相談しながらかな。まあどう、いずれにしても写真撮ってね、みんなにはちゃんと見,して,も見てもらえるようにね、するけどね。そうそうそう。 もし園外部は運転しますよ。マジでってことでお。そこはちょっとまあ、まあ、のもし機会あれば。まあ、現地集合でも全然いいしね。おみんなで集合して、みたいな。そうそうそう。まあ、1台だと行けなくなったらと、あれだしねっていう。そうそうそう。まあ、ここ、ライディングパークですよっていう。うん、非常に、うん、いい環境なんでね。よかった皆さん。まあ、あの全然普通に見に行ってもらっても、あの各自ね。 いいしっていう。うん、ちょっとまあ、計画、あくまでも計画段階ではありますっていう。そうそう。あとは中型バス借りるって言ったのはどうなったって。そんなんあったっけお俺が中型バス行ったら、もうそれこそなんかバス大事故ニュースみたいなお、にならないかっていう。そうそうそう。なんでまあ、うん。一回ね、でもまあ、事前にしてもちょっと行きたいなと、というふうには思ってる。うん。あの、お見舞いにね。うん。で、それでこうまあ、 なんだろう、うん、まあ、やれんのかと。いうのを、俺の、まあ、この目で確かめたいな、っていうのは、正直思っているけどね。うん。そうそうそう。まずは、ここまで戻ってくることを、まあ、今、目指してっていう。今、可能してるから、膝とかが、幹部が。うん、だその辺が、ちょっと、まあ,あ、不安ですねっていう。まあ噛む、噛むんだろうな。その痛いから、痛く、痛かゆいのかな。 うんまあ、かゆいんだろうね、まずは。うん、苦みっていうことで、うん。また、そこの幹部の状態とかも含めて、ちょっと、まあ、見ときたいなっていう感じ、うん、まあ、いうことで、はあ、まあ、今日はね、ちょっと、小商場情報っていうことで、はい、お送りしましたってとはい、じゃあ、エンディング流します。<music> ねってことでね。はい、こうや今日はまあ、故障場情報ってことでね。ま55、あ、えー、レースに故障まあ故障というか、レース中にちょっと束にね。絡まれまして。まあ、現在大びっこまあちょっとどっかね。追えてるんだろう。ということで。まあ木曜日にえー、レッドゲュートりますと。ということです。電子フレームもね。まあ、あの手術は成功したと。 思ったんだけどもちょっとまあ,あの幹部が可能してしまって、まあ、そこにちょっとメスを入れてる感じですとでちょっとまあ予定してたよりも耐久が遅れてまあいまだまだ幹、まあ、見本にいますという状況でありますまあなかなかうまくいかないよねそんないいことばかりじゃやっぱないっていうのがねやっぱまぬしですとだこここそ、ねまあ、やっぱりこれで投げ出すんじゃなくてちゃんとやっどうやって乗り切るかというのが まあ、やっぱ俺に求められたというかマルシとしての、まあ、振る舞いというか、体力だなとは思います、うんまあ、先生ともやっぱりね結果を一緒に残したい、ーそして、ま、あのシュプレムで、えー、勝ちたいとい、デビューさせてやりたいという思いは一緒なんでね、まあ、頑張っていきたいと思います、ここはちょっとまあ正直、もう厳しいのかなというところもあるけども、まあ、やっぱそこは、まあ、奇跡をね、奇跡にね、まあどってはいけないんだけども、 まずは結果を待とうというところでちょっと木曜日のネットゲンの結果をねちょっと待ちたいと思いますってことでねはいえ配、ー、信情報もツイッターに流してます配信情報もツイッターに流しますんでよかったら見てくださいこの時期を終わりますどうもありがとうございました